にして、どうか。止まらない。はい、どうもおはようございます。休みの日のバイク作業でございます。というわけですね、 CRM、 こちらのこれですね、サーボモーター、サーボモーターがね、今現在2つあります。こっちがもともとついてた方で、一応モーターも動いたし、でポテンシオメーターからの抵抗値もあったんですが、どうにも怪しい、ギアがどうも怪しいっていうのがこれ最初の一つで、もう一つこちらのオークションの方で手に入れたサーボモーターなんですけども、もうこのモーターがもうくるくる回るって時点で明らかに死んでるであろうと。モーターは間違いなく死んでる。で、ギアもどうなってるかちょっと今わかんないんだけども、まあこれも含めてもうモーター死んでるという。で、まあこの今二つがあるわけですが、で、PGM の方、ECU、コンピューターの制御の方のコンピューターの方をもうちょっとまあ開けてみるんですけども、こっちもね、今ちょっと出物を探しつつ、で、あわよくば、これを直せるんじゃないかなっていう希望を持ちつつ、今回ちょっとね、これバラしてみようかと。はい、というわけで、このサーボモーターとかも散々最近、ね、買ってから何回ぶらしたかわかりませんが、ちょっと取りまして、こんな感じになっております。なんかね。ね、こっちが、これがモーターだよな。こっちがサーボモーターで、こっちがポテンシオメーター。でね、ここのね、2箇所のネジを取りますと、中が開くんですが、最初これ生きてると思ったんだけどなぁ。ギアが多分こっちがね、ギアがダメになってるっぽい。で、その欠けてる感じはなかったんですけど、もうこの、動かせばわかるんだけど、こっちがね、こっちは、そう、こっちは普通にこう回るんだけど、こっちにカオンって、あ、なんだかなった。あれ、あ、そう、これカチンって、カコンってこうやってなるんです。これが多分、良くないポイント。これだから一方向にはモーターウィーンって回るんですけど、もう片方がね、うまく噛み合わないことがあるんですよね。で、これ開けると、どうなってるかっつうと、うまく取れるかな。よいしょ。見えるかな。こんな感じ。こんな感じで中のね、だいたい取ると中のギアがバラバラってなるんですよ。こうなってます。ピントどうかな？そんなどっかのギアがこう欠けてるか、もしくはもう、摩耗してる可能性はあるんですよね。こっちがモーターで、こっちがポテンショメーター。よ、これ、もし、ポテンショメーターが死んでるだけだったら、この部品を手に入れたら直せるかもしれない。で、モーターの方も多分ね、このモーターで多分、探せると思うんですよ。そうなってくると、ネックはこのギア。ギアですよね。で、これの部品、だから3つですよね。モーター、ポテンショメーター、まあ、センサー。で、このギア。この3つが揃えば、この、ね、わざわざこのサーボモーターを探さなくても復活できるかもしれないし、まあ、逆に言えばいくつかのこの不良のやつを集めておけば何回も蘇生が可能になるかもしれない。はい。いつもね、組み立てるときこんな感じで組み立てております。こっちがね、ポテンショメーターだよな。ポテンショメーターがもうこの切り欠きを揃えてね、こっちがこうカポッとなるんで、こっち側もね、この向きを揃えて、で、この二つのギアはこっちに、シャフト、真ん中のシャフトについてるとなかなか具合がないので、こっちに入れて、こっちはこの状態で。で、最後こう二つを合わせるんですが、ね、懸念がこのポテンショメーターって、この位置が決まってるのかなと。結局、この二つのモーターとセンサーの組み合わせだと思うんで、これの位置に対してこっちの位置の位置決めがあるのかな？このね、組み立てるときにもひょっとしたらこれ関係ないのかもしれないですけどね。その数字の変化を読むのであって、変わらない可能性があるんだけど、この組み立て方が要ははっきりわかんないので、とりあえずこんな感じでやっておりますが、まあ本組のときはもっとこうグリース塗っちゃうんだけど、これどうなんだろうなぁ。もしわかる方がいらっしゃいましたら、教えてください。こっちのモーターとりあえずこれ組んじゃおう。これ持って。こっちもそこで崩れないんで、これをかぶせな形で、緊張の一瞬、カポッと。ここでハマると。いいわけです。じゃあ、というわけで、この次はこっちだ。こっちをちょっと、開けてみましょうか。はい、じゃあ続きまして、こっちの、もう一つのくるくるになってる方。こっちのサーボメーターを開け
けています。中どうなってんでしょうね。やってみましょう。どんな感じかな。もう4箇所中が全然抵抗なくね、回っちゃうってことは、モーター自体が死んでるのか、もうギアがズタズタでしょ、こっちの。ギアがズタズタになっちゃってるか、もしくはもう、他のネットのね、画像とかいろんな人の情報にあったんですけども、もう熱でデルデルになっちゃってる人もいたんで、もうこれどうなってるのか。ちなみにこういうのは撮りながら作業するのって非常に私苦手でしてね。何撮ってるかわかんなくなる。よし。あ、こっちは大丈夫だろうな。こっちは間違いなく大丈夫。よいしょ。こっちの配線のこれ、撮りつつ、よいしょ。撮りまして、これはいいんだよ。これこの間の作業の時に、ちょっと配線切ってるんで、問題はこっからだよ。取れんのかな。でもこれ取ってこっちも取れんのかな。でここでなんか配線バラした跡あるな。ここのネジ締めんのこのコード潰してる、潰したりとか、これ取れるの。よいしょ。いや取れねえな。ハンダ付けされてるな。これバラした形跡ありますね。バラして形跡あるっていうことは、これでダメになったっていうよりも、うまく組み込めなくて諦めたパターンがあるかもしんない。すごいグリスついてるから。かもしんない。こっち取ってさあ、どうなってるか。うん。これでいってみます。よいしょ。お？入ってない！中身入ってなかった、終わらなかったなぁ。あちゃーというわけで、空っぽでした。ちょ悔しいからちょっと、グリス取っちゃったけど。まあいいや。まあいいや。それもいいだろう。でね、これね、ちょっと調べたんですけども、やっぱりモーター死んでるっぽい。モーターね、これ12ボルト。繋いで、よいしょ、こっち。こうやってやっても、音鳴らす。動かす。で、こっち加えて、こうやってやっても、動かす。こっちの方はね、モーターをつなぐと、こっちつながってるのかな。これがね、音聞こえるかな。うーんって。止まったっしょ。逆回転。こうなんだよ。ギアがどっかで噛み合ってない。どっかずれるの。これだからね、ちょっと回すと、こっちはね、はまると、回るんだよ。ギア直せばこっち動いてんのかな。ほらこれなんだよ。これを直して、あとこのポテンショメーターだ、こっちについてるやつとちょっと比較してみて、これあれだね、あのアナログテスターちょっと借りてこようかな。友人が思って貸してあげようかって前ちょっと言ってくれたんで、ちょっと借りて、で回してみて、このポテンションメーターがこう、多分ね、アナログでこういう動きをするんじゃないかなと。マニュアルに書いてあるのをすると。ずーっとこう回転して、ウィーン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 ってアナログのテスターが動くんじゃないかと思ってるんですけど、これ両方チェックしてみて、まあ、どっちかこれはポテンションメーター生きてると思う。で、モーター自体はこれ回るから、あと歯車だなぁ。これギア、かけてるのか、摩耗か、もしくは単純どっか組み間違い。でも組み間違いあるかな、組み間違えてるか、どれかだと思うんで、ちょっといろいろやってみようかなと思います。じゃあ、ここで、ここで実験やってみよう。モーター単体。こっち。止まる。こっち向き。止まる気配はないよね。止まる気配ないってことは、モーターは、生きてる。元気です。となると、歯車やね。はい、というわけですね。さっきのね、もう終わろうかなと思ったんだけど、ふと思って。こっち。これさっきのなんだっけ、最初からついてた方のやつなんですけど、これがさ、カッコンカッコンになってることに気づいて、これ、まあ、緩んでるだけなのかもしれないけど、で、ひょっとしてさっきの中身空っぽだった方の、こっち。お移植して、こっちってね、ガタつきがないんですよ。でね、こっちも、要は、ニコイチしてみました。だから
一番でかいこのギア。このギア特に欠けとかなかったんだけど、まあ、この奥ちょっとわかんないから、試しにまあダメ元でやってみようかなと、というわけで、ここんと。イエス。こんな感じで。これ。これがずーっと、正回転逆回転回り続けるか。まず、こっち向き。よいしょ。回ります。回るね。回るね。これ逆にして、どうか。止まらない。回り続けた。これ、OK なのかな？これだと、ポテンショメーターの位置がはっきり分かれば、ひょっとしたらいけるかもしれない。これで ECU がうまく作動すればいけるかもしれない。ちょっとやってみたいですね。期待して行ってみましょう。ありがとうございました。一歩前進。